委員会を再開いたします。<laughs> 休憩でに引き続き質疑を行います。それでは山本陽子副委員長。山本副委員長。はい。よろしくお願いします。まずはですね、このあの報告を受けまして、まあ議論の出発点として。 えーまあ、区役所の構想、何を目指しているのかということをお聞きしたいと思います。えーまあ、国の方ではでは、ね、昨年6月に第32次地方制度調査会が出した答申で、まあ、地方行政のデジタル化の要請がされ、えー、骨太方針2020では、経済政策としてもデジタルニューディールが掲げられて、まあ、デジタル庁もそう設置されたと。 まあこのように大掛かりに進められているデジタル化というのは、まあ、事務処理だけのデジタル化ではないということだと思っています、えー、自治体 DX については、まあ、言葉にも表れているように、まあ、組織そのものの変革自治体そのもののデジタライゼーションと言われていますけれども、まあ、これがどのような理解なのかどういう変革が目指されているのかということをまずお聞きしたいと思います。 平賀地域自治推進室長はいあのデジタル化あの社会全体のデジタル化もございますし、えー、まあ行政手続きのデジタル化、えー、ございますあのまあ行政のデジタル化というまあ観点に立ちますとまああの まあ、国がです、ねまあ、デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針というものを、まあえー、昨年の12月にあの策定しておりましてその目指すべきその社会のビジョンとして、えー、デジタルの活用により、えー、一人一人のニーズに合ったサービスを選ぶことができ多様な幸せが実現できる社会、まあ、誰一人取り残さない人に優しいデジタル化 というものを示しておりまして、で、えー、このビジョンを実現するために、その自治体が重点的に取り組むべき事項として、えー、時期を同じくいたしまして、えー、自治体デジタルトランスフォーメーション DX ですね、えー、DX 推進計画がまあ策定されたということでございます。あの先ほどの答弁でもご説明いたしましたとおり、まあ、その重点取り組み事項3、6つございまして、えー、システムの標準化ですとか、マイナンバーカードの普及促進、行政手続 次のオンライン化などの取り組みが掲げられておるということですまあ当然その背景には、えー、労働人口の減少による中でもその行政サービスをきっちりと届けると提供するというその背景があってこのデジタル化の流れになっているというふうに承知しておりますはい東部委員長はい。はい えーまあ、あの少子化による労働力不足と今言われたことについてはあのまあ京都市の職員がまあ少子化によって労働力不足になるということは今、そういう認識は、ねえー、ないわけでして、えー、逆にあのまあ京都市行政で働きたいと思われる若い方はおそらく多いのではないかなという,ふうに思いますがあのまあそういう背景というものがまあちょっと。 えー、思ったこともあるんですけれども、まあ、一つ中身として、ですね、えー、具体的に、そしたらお伺いしていきたいんですけれども、オンライン窓口への、まあ、一元化というようなあことだと、これがあの6ページのースマート区役所の、まあ、イメージからあそうお,お伺い知ることができると思うんですけれども、えー まあ3のような業務は職員による対面対応が必要であるけれども、まあ、1は遠隔でシステムなどの入力確認をする業務、2についても手続き、コーナーでは 入力作業を行うけれども、こういうものも、確立化した業務が想定されているかと思いますが、そういうことであれば、おそらく言われたバックヤードの業務というものも、正規職員ではなくて、非正規の職員でも、民間委託でも担っていくというようなことになるのではないかと、区役所の業務が、3のように、来庁が必要になる、相談が必要になると。 いうようなものだけに限定されていく、こういうイメージからすれば、ですねこれまで原則的に区役所、市民の皆さん来ていただいて、身近に相談できる場所、これは対面対応を原則としていた市民サービスだと思います、それが原則、スマート区役所って言うんだから、原則オンラインなんだと。 オンラインで何でも対応していく、で例外的に必要な人にはあ窓口対応、まあ、そういう大転換をね、えー、これあの、含んでいる内容ではないかというふうに思うんですけど、どうでしょうか。平賀市長、はいあの。大胆に見直していくっていうのは、あのご指摘のとおりあの、そういう必要があるというふうに考えております。 一方で、資料でもご紹介いただきましたけれども、いわゆるオンライン申請をしていただく携帯、あるいは来ていただく携帯、その中でも事前に申請をいただく、あるいは事前に申請がなくても対応させていただく携帯、この大きく3つのパターンは想定をしております。で区役所で行っている業務大変多岐に 渡りますあの資料の方にも基本的な考え方を示ししております通り。えー まあ、いわゆるその届け出を主とするようなそういう業務に関しては、えー、その行政区の垣根を超えた柔軟な体制に転換するということを考えております、あのそうではなくて、やはりそのしっかりと相談をする受けて、よりよく対応する、えー、そういう機能については、やはりそのしかるべき対応というのが当然ありますし、すべてがあのオンラインで対応可能ということにもこれはならないかと思います。あのそのあたり のその業務の切り分け、分析ですね、そういったことはあのしっかりした上えで、あるべき区役所機能というのを検討していきたいというふうに考えております山本副委員長。7ページ言われましたけれども、す、ま、で、あ、に書かれていますように、集約化による人員の適正配置、まあ、つまり人員削減、えー、また、まあ、行政区の垣根を超えた柔軟な体制の転換、まあ、集約化っていうようなね。 ことがまあ、デジタル化を契機に、まあ、さらに進められていくものというふうにまあ読みました。で、そ,それはですね、まあ、国の,あの推奨しているその立場からすれば、確立化したものであれば、ああ京都市の自治体内に限らずに、近隣自治体とも共有化した業務、まあ、検疫行政への可能性もま示唆されています。まあ、まさにこういう方向が進んでいけば、まあ、今までの自治体、区役所、 市民に身近なこういう役割がですねもう壊されていくような内容ではないかというふうに思っています。また、あの本当に今、認識しておきたいのが、この間のこういった行政の効率化や集約化、まあ、合理化というようなことが、ですねパンデミックのような危機に対応できない行政にしてしまったという新型コロナウイルス感染拡大の教訓があろうかと思います。こ、まあ、こういういとはあの 今コロナ禍でででやはり振りり振返ってみててみすすね言われていることであります、まあ、京都市として、まあ、そのような認識には立っていないということかと、この認識誤れば、あ今回のことに限らずに、ですねさらに京都市行政、縮小していくことになれば、次なる危機に対応できない、レジリエンスと言っておられますけれども、まさにそういう、えー、危機をまず、あ、ら招いていくというふうになろうかと思いますが、この点についてのご認識はどうでしょうか。 平川市長、はいあのまあ、コロナ禍の中、パンデミックに対応できない組織になるのではないかという懸念でございますけれどもあの、まあえー、昨年来ですね、えー 本当にあのまあ災害と言うべきまあそのコロナ禍の中でえ生活様式へのあた新しい生活様式の転換が求められまたあの不要不急の外出を控えるえそういったことも言われている中であの痛感いたしましたのはやはりその行政がですねそのオンライン手続きに対応できている部分はあまりにも少ないということを痛感をいたしておりますであの自宅にいながらにして手続きができるにはもうそれはそれに越したことは当然ないわけであのそういうニーズも確か いかにあったというふうに考えておりますし、あのこれはあのそのコロナ禍に限らずですね、あの、えー、例えば子育て中で外出が難しい方もいらっしゃいましょうし、えー、障害のある方で外出が難しい方も方もいらっしゃるかと。 思います。あの、そういった方々への対応という意味でも重要なことという風うに考えておりますし。し先ほど申し上げましたように、そのデータルの活用に一人一人のニーズに合ったサービスを選ぶことができるとまこれを実現していくという必要があるという風うにあの考えています。で、そのパンデミックのような危機に対応するという観点ではえ、それはもう区役所が果たすべき役割ももちろんございますし、あの全庁を挙げて対応すると。 いうようなことも当然考えられます現にそういう対応をこの間も取ってきたというふうに承知しておりますので、うん、この、まあ、今回、指針をご報告させていただいているわけですけれども、この方向性がそのパンデミックのような危機に対応できない組織になっていくというような認識は持っておりません山本副委員長。はい えーまあ、あの何も検証されてないんで,です、ねあの、そういうことはないと言われましても、まあ、これが説得力がないわけでして、まあ、すなわちです、ね、まあ、こういう大転換を図っていくときには、それなりの調査、検討が必要だということだと思うんですね。あのこのまあ標準化されていく業務、17業務、えー、これがですべ、ね、てまあ職員の皆さんが対面で関わったからこそ、まあ、住民に役立つアドバイス。 まあ、相談が受けられたということもあろうかと思いますし、それがあの窓口でのセーフティーネット機能を果たしていたということもあろうかと思います、あの私もあの市民窓口行かせていただきますとあの、こちらの家庭の条件をお話ししたら、それを職員さんが的確にあの適切な施策につないでいただけると、まあ、そういったことはその対面でこちらがそうやってあのお話しするからですね。 その知識をフルに生かしてアドバイスしていただけるということも、実体験として皆さん、あの区役所の役割というものは重要だということを分かっておられるわけです、まあ、それがあのオンライン化していけばです、ね、こういうセーフティーネット機能や相談機能というものが、あのまあ、機会を大きく失っていくことになると、まあ、その点でのデメリットとかはです、ね、やっぱり検証していただく必要があるのではないかと。 いううことだとだ思うんですねメリットだけではない、メリットデメリットもあるはずで,で、そういった課題をしっかりと把握して、まあ、そういう心配はないというのであれば、あのそういうふうにしっかりと調査、検証して、えー、お示しいただく必要があると思うんですけど、こういう家庭は減られますでしょうか平賀市長。はいあのー まあ先ほどもあの申し上げましたとおり、の届け申請の手続きをまあメインとする業務は、オンライン化のメリットは大変大きいというふうに、これは利便性の向上という観点からも大変大きいというふうにあの考えております、一方で、やはりその対面での対応が必要な業務も当然あるというふうに考えております。 あるわけでそういったメンバーで構成するこのプロジェクトチームで今後の,その区役所のデジタル化をどう進めていくかということで機能をどうしていくかということを考えていきたいでもちろんこれ錦の ICT の調査でもやってるんですけども現場からの,その業務のヒアリングということも丁寧に行っておりますので決してその結論ありきということではなくてですね業務の実態がどうであるのかその調査を分析を しっかりした上で、えー、次のステップに丁寧に進んでいくと、こういうプロセスを経たいというふうに考えております。はい。山本副委員長。はい。あのまさにそういうあの区役所の役割というものをよくよくわかっておられるのは区役所の職員さんだというふうに思うんですね。えー、だからこそ皆さんあのぜひま区役所を利用される住民の方、そして区役所職員の皆さんにあのぜひ意見を聞いていただくと。 いうことが必要だと思います調査していただくということが本当に欠かせないというふうに思いますあの区役所機能これ見直していくということが提案されているんですから、まあ、そういうことをしっかりとしていただいてあの説明もしていただきたいと思います、えーとこ,のまあ、こういった施策についてはあの国に対してですね手上げで、えー、各自治体実証実験が行われているところもあります マイナンバーカードの,あの深谷市を例に挙げてみますと、マイナンバーカードの活用や、顔認証による確認、本人確認など、セルフサービス化による窓口改革に取り組んだということです。でこの実験は、さまざ、あ、まな課題も投げかけておりまして、顔認証でなりすましや偽造が防止できないこと、個人情報をインターネットで伝送したり、 まあ、パブリッククラウド提供事業者に提供すれば、情報漏えいのリスクもあることなどです、ね、あの個別具体的なああのこういう支障のある点ということも明らかになったということです。えー、また、紙への記入時間、タブレット端末への記入時間など、まあ、ほとんど変わらないというような調査結果も出されているということです。 まあこういった検証、まあ、調査というものがです、ね、やっぱり必要だと、まあ、京都市にとっても必要だということは申し上げておきたいというふうに思います。で2つ目の問題というか、心配点はです、ね、国が定める17業務の標準仕様に従うことが義務付けられていくということです。これを自治体独自でカスタマイズすることは原則禁止、禁止するということですが、自治体の まあ、あの国会答弁で,すわではです、ね、個別の政策決定の支障となるものではないとも言われておりまして、まあ、あの一応可能だということなんですけれども、では京都市はどのように進めていくのかと、えー、標準化対象事務以外のシステム化やカスタマイズにかかる費用は全額自治体負担とされていますし、そしてまたノンカスタマイズで進める自治体には、独自に財政支援を行うということなど、 まあ、カスタマイズを抑制ししよよううととているようなこともあります、まあ、ではあの、京都市独自の施策が行えなくなっていくのか、どのような検討が進められていくのかということですけれども、あの先ほどの質疑でも、えー、検討過程のことなどがあのご答弁もされておりましたが、えーまあ、8ページの、ね、スケジュールに照らしてですね、こういった、 国の標準仕様に対して、京都市独自の施策、これがそれで行えるのか、継続して行えるのか、それとも別のカスタマイズが必要になるのかなどの検討というものは、しっかりと進められていくんでしょうか平賀市長。はい、あのー 標準化に関してのご尋ねでございますけれどもあのまあ京都市現行いわゆるオリジナルのシステムで業務を運用しておりましてでそれが標準準拠システムにまあ移行していく、まあ、それが令和7年度を目途にしているということでございますであのそれぞれの使用書システム17業務あるうちのまあ使用書が出ているものが17業務のうち8業務 が出ておりますで残りの、えー休,業務ですね、休業務に関しては、まあ、来年になるということです。であの、そのシステムの使用が明らかになれば、えー、そのシステムで何が処理できるのかということが判明をいたしますので、えー、既存のシステムとの相違点のチェックが可能になると。 いうことでございますで、えー、当然そのスリムな標準システムになりますので、えー、そことのその際をどう対応するかっていうことがまさに その自治体の求められている作業でございまして、住民基本台帳システムに関しては、先行してそれを今現在行っておるというところでございます。ですので、あのそのシステムが対応できないからやめるという、あのそういう安易な判断ではなくってです、ね、その際についてどう対応していくかということをあの検討するものでございますので、あの独自施策を否定するというものではないというふうに承知しております。 これまでほ、えーまあ、他の自治体ではです、ねえー、国のまあ標準仕様に従う以上は、まあ、独自の対応はできないと言われるような認識を述べられる自治体もあります。なので、まあ、このことが自治体の独自性、えー、京都市独自のまあ政策。 団体自治が歪められていくという懸念があるわけで、まあ、今、ご答弁ではそのようなことにはならないようにするというようなね、まあ、お立場もあのお答えられたと思うんですけれども、あのぜひそういった立場であの進めていただきたい、また、これからもその検討が進めばです、ね、これまでの施策を継続して進めていけるのかというような結果もですね、検討の結果もぜひ。 あの求めてご報告も、えー、いただきたいというふうに思っています。で3つ目の問題はです、ね、あの民間へのデータの活用、さらにはま情報漏えいなどの点も心配だということです。えー、自治体 DX 推進計画概要にはあの、データが価値創造の源泉であることについて認識を共有し、えー、多様な主体によるデータの円滑な流通を促進する。 また、多様な主体との連携により、民間のデジタルビジネスなどの新たな価値等が創出されることが期待されるとありますように、これはあの自治体の持つさまざまなデータをもとにということで、えー、述べられていることです。えーまあ、個人情報の保護も、な、まあ、何のそのというふうに利活用が仕向けられていくというような内容になっていると思うんですけれども。 まあこういったことについては情報漏えいなど心配されることがありますが、まあ、その点についてはどのような検討になっていくのかまたです、ねえー、DX 推進計画手順書では市長、まあ、をトップに民間人材を要職につけてトップダウンで推進する体制をの構築を求めています。デジタル化にあたってもちろん京都市職員だけでは あの専門的な知識、能力がないという分野でもあろうかと思いますので、えー、これはどのように民間と連携して進めていくということに、京都市はなるのかということをお答えいただきたいと思います。平橋市長はいあの、まあ 住民データの利活用に関してあのご承知の議論があることは当然承知はしておりますけれども DX 推進計画の中でもあのセキュリティに関してはあの重点取り組みの中の一つに位置づけられておりますのであのそうしたセキュリティ対策を施すということはもう大前提であるというふうに考えておりますあの現状でも、えー、まあ我々の業務に関しては LG1 の改善 専用の回線を使ったやり取りを行っておりますし、まあ、仮にそのデータをま外部に、えまあ、いわゆるオープンデータって言うんですかね、あのそういう形でのその利活用と,と促進するにあたってもその匿名性が確保されるということが必要になってくるかと考えております。いずれにいたしましてもそのセキュリティをどう確保していくかということは、まあ慎重かつ丁寧な議論が必要だというふうに認識をしております。で、えー、その推進する 体制です、ね、あのにつきましてはあのご承知のようにそのデジタル化を推進していくための全治横断のプロジェクトチームが、えー、設置をされておりましてこれはもう全庁体制をすでに構築をしておりますであの職員の身分を付したその専門家という部分では、えー、その明確な位置づけがあるものでは現状ないですけれどもその いわゆる業務の調査分析にあたっては、えー、その専門の業者の知見を活用して。 え進めておりますし、先ほどから紹介させていただいておりますま、西京区役所の業務改善に向けましても、やっぱり業者の知見、あるいは提案、そういったものはえしっかりと活用もしております、フェーズといいますか、その段階に応じて、外部の知見もしっかりと活用していくという形で、現在のところを進めておるというところでございます、はい。本委員長 さまざ、あ、まな問題もまあ指摘されているということを、まあ今日はまあお伝えしたいというふうに思って質疑させていただきました、あのまあ、こういった課題踏まえながら、まあ、検討まあされしていただきたいと、でこのことはあの、私たちもデジタル化によって市民の利便性が向上することはです、ね、これはあの必要なことであるというふうに思っています。 行政の役割プラスで利便性向上というのものではなくて、あのえっとまあ、原則スマート区役所原則、オンライン、そういう区役所にしていくんだという。そういう宣言ではないかというふうに思うんですね。あの地方行政のデジタル化自治体 dx っていうことから、まあ、国のま示している方向性から見ましても、あの行政の？ 機能、あの昨日最小化して行政を変質させていくのではないか、京都市行政全体の在り方についても、転換を示しているのではないかという懸念があります、その点については、どのようにお考えなのかということ、でこういった議論をです、ね、引き続きあの、まあ、議会において、報告していただき、検討の過程を報告していただきたいと。 住民に寄り添える行政の、まあ、体制の維持こそ重要だと思いますけれども、まあ、検討過程、あのまあ、ぜひ随時ご報告いただいてあのその、本当に市民一人一人の方にね、ニーズに合った対応ができるのか、その原則オンラインということになっては困っていく方が増えていくのじゃないか、あとはセーフティーネット機能、あの職員の方との関わりというものが、その機会が、 どんどん失われていくのではないか、まあ、そういう懸念に対して、えー、対応できる、そういう区役所であっていただきたいというふうに思いますが、どうでしょうか平市長、はいあのーえー、区役所のはあのー、重ねて申し上げますけれども、まあ、住民にとって、まあ 最も身近な行政機関であると、その役割というのは欠かせない、あの現行の政令誌の中ではあの、区役所を置くことになっていますし、その中でこの間、区役所が果たしてきた役割というのを徐々認識をしておるところです、でそうした中で、まあ、今回、スマート区役所とこういうことをお示しさせていただいているわけですけれども、これは一つの手段であるというふうに考えております。あの目的は 利便性の向上であり、業務効率の向上であるとで、区役所がしっかりとこれからも住民にとって身近な業績界として役割を果たしていく、このために検討していく、で検討にあたってはやっぱり大胆に見直すということも当然必要になってくるかというふうに考えていますし、まあ、当然その、まあ人材、人材もそうですし、あの予算もそうです、財政も。あの 無限ではない中で、どうやってその行政サービスを届け続けるのかという観点で検討をしたいと考えております、でいずれにいたしましても、今回、ですね、まあ、今後の指針となるものを報告をさせていただきました、でえー、少し息の長い取り組み、検討にはなりますけれども、えー、具体的な検討内容が、 え見えてきましたら、それはあの必要に応じてえ議会委員会にも報告は差し上げたいとあのその必要があるというふうに考えております。よろしいですか。はい、進行します。中野委員。中野委員どうぞ、えー。よろしくお願いします。 えとまあ、あこのソサイティー5.0というのがあの正直よく分からなかったんでいろいろ調べましたら、えー、3.0が工業社会4.0が情報社会5.0が、まあ、あ創造社会というふうなとらまえ方をされている方もいらっしゃってて、えー、まあなるほどあのそういう意味合いなんだなというふうなことで改めてちょっと理解したところでございます。でその中で、えー まあ、今回の,その取り組みについてでございますまず一つ目として、まあ、これは最終的にはあの国が進める話ではありますけれどもマイナンバーカードの普及、まあ、これがある意味このスマート区役所の今後の使い勝手を大きく左右する一つでもあるかと思います。でえー まあかといってこのマイナンバーカードを所得したことによって、特にいらっしゃらないと思いますけど、毎月その戸籍標本を取るとか、ねえ住,民住民票毎毎月取りに行くとか、いう方はあまりいらっしゃらないと思うので、なかなかこのマイナンバーカードを取ることによっての便利さというのは実感できないところはあるかと思うんです。ただ一方で、 例えば、特に今回の,このコロナの災いの中で定額給付金なんかはあの困っている方に一番最も適切なタイミングで支援費を支給できるというふうな意味合いがありで特に北ヨーロッパなどはそれが進んでいましてもうその議会で決めて翌日にもうすでに えー、デジタル化の中で、えー、困っている方にあの給付金をお渡しできたと、で一方で、まあ、日本の場合は皆さん、特にそうだったと思いますけど、もう本当、てんやわんやで、えー、同じ書類も何回も確認したりして、でも皆さんがもう本当、昼夜問わず、いろいろ汗をかかれて、まあ、最終的にようやく、まだかまだかと言われながら、2ヶ月かけてようやくというふうな部分もあったかと思います。 そこから考えると今後このコロナの災いを含めてですねこれを一つの契機にしてこのマイナンバーカードがどれだけそのいざという時に役に立つのかどれだけその私たちにとって便利なものなのかというのは改めて実感されたと思いますし皆さんとしてもその業務の執行状況の中で適切なタイミングで えー、CNP を打っていくというところではこのマイナンバーカードの重要性というのは非常にあの今まで以上に感じられたことだと思いますしたがってぜひ、あのーまあ、最終的には国が取り組む話ではありますけれども、えー、このスマート区役所の展開の中で,です、ね、このマイナンバーカードのさらなる普及、えーまあ、私もちょっと誤解してましてマイナンバーカードあー、ま、マイナンバーお宅何番ですよという通知が来ましたと。 でそれがもうすでにマイナンバーカードだと思っていましたけどそれは単に割り振られた番号だけであって改めてそれを持ってカードを作りに行かないとマイナンバーカードとしては使えませんというのは改めて今回勉強した部分もありますしえぜひあの、まあ、私だけかもしれませんがそういうふうな形で、えー、誤った解釈をされている方もいらっしゃると思うのでぜひ積極的にそこについては広報、えー、を。あの <laughs> ししていいたただけたらと思いますし、まあ、この普及がある意味このスマート区役所の一つの大きな展開の下支えになるかと思いますので、えー、普及を進めていただけたらと思いますが一方で先ほど申し上げたように何かしら利点うまみそういう部分がないと人間なかなか動き出しにくい生き物でもあります。 そこについて、その例えば京都市独自で、えー、マイナンバーカードを取得する、えー、なんかこう、モチベーションが上がるようなあ取り組みができたらなというふうに思うんですけれども、えー、そこの点も含めて、えー、部長のお考え、聞かせてください、はい、薄山地域技術推進室、マイナンバー業務改革推進担当部長。はい、えー 今、先生のご指摘のとおりですね、あのマイナンバーカードの利便性というところが非常に重要だと考えております。で、あのまずですね、あの9月、補正予算におきましてあの、出張申請窓口ですとかですね、あと、それ、カードの利便性ですとか、その懸念等を払拭するためのですね、周知広報も、あの力を入れていきまして、 あのカードの取得者を増やしていきたいというふうには考えております。で、現時点で、あの独自で何かあの、京都市独自の,あの策があるかというところにはなりますと、あのまあ、これといった特効薬がないのが正直なところではございます。まあ、ただです、ね、あの10月からです、ね、健康保険証として ああのまあ活用できるようになったり、ですねあの徐々にあの便利さというところもあの浸透していくのではないかというふうに考えております、またあの国の方ではですねあの新たなマイナポイントの,あの動きもございまして、あの先週から、ですねあのまたマイナンバーカードの,あの取得に関する問い合わせ等、増えてございます。あの まあ、どのようなことが今後できるかあの考えていきながらさら、ね、なるカード取得に向けて取り組んでいきたいと思います中野委員まあ当然あの、物事は一長一短ありますからあのいろいろその悪用という短所の部分があるもあるかと思います、まあ、そこについては持ちは持ち家ではありませんけれどもおそういうシステム上おコンピューター上お詳しい方、まあ、そういった方々のお知恵を借りる でまた、一罰100回ではありませんけれども悪用した場合はこういうふうな部分でというふうな、まあ、これはその国会で議論されるべき話でありますけれども例えばそういうふうな法律を改めて整備するとか、まあ、そういうふうな形でですね、えー、特にまあ今回コロナの災いの中で、えー、こういったあ、えー、必要なときに必要な施策をと。 いうところで、まあ私以上にあのそれらを政策を構築されている皆さんの方が歯がゆい思いをされたというふうにも思いますし、ぜひここについては積極的に進める形で取り組みを展開していただけたらと思うところでございます。で、もう一つ、えー、まあ今回のこのスマート区役所の中で、えー、私が期待しているのはあ、庁舎の有効活用です。 まあ、いろいろそういうふうな形で、えー、仕事の省力化力を省く、まあ、それが進むことによって、まあ、物理的に空きスペースができる、えー、また集,仕事あの集約できて、えーまあ、今まであの待ち合いだったところがあ新たにスペースができる、まあ、ここはあぜひ積極的に活用していただけたらと思います。 えー、一説ではデジタルトランスフォーメーションというのを DX と訳すのは DT ではなくて DX と訳すのはその X というのはその多くの人たちが交わるというふうな意味で X と書くんだというふうな説も伺いました、まあ、そこから考えるとデジタルが進めば進むほど人と人とが接触しないではなくて改めて あのこういった市庁舎を含めてですね多くの人たちが交わる、まあ、そういった場所として区役所が進化していっ,たい行ってほしいなというふうに思います、えー、目,目指す区役所像の中で、まあ、4番が大きくなってますけどやっぱり1番の区民が主役のまちづくりの総合的な推薦調整役としての区役所、まあ、要は多くの区民の方が、まあ、用事があってもなくても区役所に行って、まあ、コミュニケーションを取れる えー、交流が取れるおしゃべりができる、まあ、こういうふうな場所として役所ではなくてそういうコミ,ュニティコミュニケーションの場として改めて大きな役割を担うこと、まあ、ここがその、えー、空きスペースの活用にも大きくつながると思いますで先ほど前あの直前に議論したその消費生活基本計画の中でもねエシカル消費のうんぬんってありましたよね例えばその空きススペースにエシカル消費 を展開している地元の受産施設の方とかそういったあのシニアクラブの方とかそういった方々に例えば店舗展開をしていただくとか地域の伝統産業の方に一坪ショップを持ってもらってもらうとかそういうふうな形ないしは地域で喫茶店をぜひやりたいという方々に喫茶店してもらってそこであの区役所に直接何の用事もないけれども みんながあのおしゃべりできるから行こうかっていうふうな、まあ、そういうふうな場所のに、えー、昇華させていくためにもこの空きスペースというところは重要なところだと思いますしまあ,あ 決算委員会では今、実質コロナの必要な物品を置いている、走行代わりとか、その辺の話も伺いました、それは一時的なものであって、今後はいろいろと地域貢献も含めて考えていくというふうな答弁もありましたし、ぜひここについては、ですね庁舎の有効活用というところは非常に期待しているところでもありますし、ぜひデジタルが進めば進むほど、地域の人たちがコミュニケーションを取りやすい、取りたくなる まあ、区役所、まあ、その場所を提供する一つの大事な、えー、センターということでの位置づけをお進める一つの大きな流れだと思いますが、まあ、そこについてお伺いします。平市長はい ありがとうございます。あのまあ今回あの報告を挙げさせていただいた中で、えー、まあ実現を目指すまあその変化としてですね、利便性の向上あるいは業務効率の向上にとどまらず、庁舎の有効活用、スペースの有効活用というのもまああえて挙げさせていただいたということでございます。で、あのあのそこをなくしてですね、あのやっぱりその区役所のその機能と。 こういうものがを考えるのは、まあ少々無理があるのかなと。あの、やっぱりその区役所の機能っていうのは、あの進化するという観点からも、そういったそのスペースをま有効に活用していくっていう観点が、あの。この取り組みの中では欠かせないということで。あの？ あえて3つ挙げさせていただいたという趣旨でございます。えー、あのー、具体的にはその今現状でも進めておりますけれども、いわゆるその外ビルを借りているような、えー、所属。 が、入居することによる、その賃料の削減といった。まあ、そういった経費の削減効果もありえるかと思います。しま先生、おっしゃったようなま人が集う機能ですねそういった部分で活用することもこれはあり得るのかという風に考えております。まあの、各行政区の特性といったものもあるかと思います。し、えまどういった？ご利用が市民にとって、周りは我々にとって望ましいのか？と いうことは考えていきたいというふうに思ってますし、あの指摘も踏まえて、検討を進めてまいります中野委員。あのよく冗談半分で言われるのはあ、お年を重ねられた方が暇つぶしに病院に行かれると、でその病院の待合室でおしゃべりをする、で今日彼、ここ来てないけど、 体悪いに違うかと、まあ、そういう風な笑うに笑えないような冗談を聞,聞くこと機会もあります。まあ,あの逆に言えばね、あの区役所がそういう風うな形で多くの方が集える場所にあの転換、さらに転換していくことはできれば、あそれこそ風が吹けばお会いが儲かるじゃないですけれども、そういった方々が病院じゃなくて 区役所に来られることによってま保健福祉局が負担しているそういったお金もだいぶ削減することができますしまそれぞれ皆さんあの楽しく健康に毎日を送る一つの一助として区役所に集うこのきっかけづくりもなるかと思います単に省力化によって場所が空いたどうしようという,ふうな話ではなくて 今後、大きく、えー、京都市の全体の政策の中でも一つおおあの重要な部分だと思いますのでぜひあの今後の展開を期待していますのでよろしくお願いします。ります進行します大津委員 えー、私からはまあ簡単にちょっと1、2件ほどお聞きしたいと思います。あのーまあ、今回の手続きですね、手続きといいますか、あの改革ですが、ま,あ、まだあの方針ということで、あのー、細かい具体なことはこれからということだと思うんですが、これ、あのー、えーまあ、非来庁と来庁をまあ分けてです、ね、あの区役所のイメージをされていると思うんですが、これ、例えば、 あのテレビ電話システムとかでオンラインで相談をしたりとか、まあ、既に一定の,あの他のところとかでもちょっと多少は導入されてると思いますがあのチャットボットで簡単なあの回答をしたりとか、まあ、このいわゆる市民の方とのやり取りのところで、まあ、もちろん、えー、必要なものは、えー、しっかり相談を受けるべきなんですけども、まあ、市民の側もいや別に直接人じゃなくてもとか来,あの来庁しなくてもっていうようなニーズも。 あるんではないかなと思いますが、この辺の取り組みはどうお考えでしょうか平賀市長。はいあああの、まああのまオンラインの手続きに加えての、そのいわゆる ICT 技術の活用ということもあの含めたご質問かと思います。でああののテテレビ電話システムあの このコロナ禍で図、まあ、らずも、えー、そういったニーズも高まっていますしあのご自宅でそういった通信環境を整えておられる方もあの増えているんだろうというふうにあの推測をしておりますので、えーまあ、来場せずとも相談に対応できるということは、えー、このプロジェクトチームの中でも、えー、一つの材料として議論をしていきたいというふうに考えてますでご指摘のように、ます。 テレビ電話での相談に対応しているというようなこともございますし、えー、まあそういったあの先行事例もございますのでそういったこれまでの実績、評価こういったことはちょっと関係局にも確認をしていきたいと思いますで AI チャットボットも可能性としては非常にあるかとわれわれとしては興味を持っております。であのまあ、制度の問題というかそこが 鍵というか肝になるかと思いますので、ここはそのそういったサービスを提供している業者その。 になるかと思うんですけどもあるいは、えー、一部にはそういったサービスをすでに導入している他都市もございますので、えー、そういった知見をですね、えー、ちょっと把握調査して、えー、その導入の可能性も含めて検討したいと思ってますあの必ずしもそのオンライン一辺倒ではなくてあのいろんな先進技術を活用する形でのまたなそのサービスの提供ということを考えていきたいと考えております。大津委員 はいあの私もですねまあ市民の方でも、まあここにも書いてますけど、苦手な方もいらっしゃるので、えーまあ、オンライン一辺倒がよしというわけではないと思いますが、まああのこちらのこちらと言いますか、役所側がまあいろんなことをやりすぎ、逆に手間になるということもまあ考えないといけませんけれども、まあ、基本的には市民の方に選択肢を増やせるといいますか、えー、いや、もうチャットフォットの方が楽ですっていう人ですとか、いや、もう。 あのわざわざ、えー、区役所に行くよりも自宅で、えー、もし電話会議システムを使えるならしたいですと、まあ、いう方が、まあ、できるだけ選べる方が、まあ、あのベターなのかなと、まあ、ただ、えー、業務によってはちょっと難しいものであったりとか、えーまあ、かえって非効率になるものみたいなところも検討しないといけないと思いますが、まあ、ぜひそこはちょっと検討していただきたいなということと、まあ、これあの、えー、今あの令和7年度からということで 主にまあ標準化システムとまあ二重投資にならないようにというのでここにまあえ力点を置いていると思うんですがまあ今言ったようなですね対面のところとかっていうのは多分標準化システムとは切り離して検討できる部分かなと思ってましてえ逆にまああの当然チャットボトンなんかこれからちょっと技術が上がっていくっていうのはあると思うんですけどもえ逆に令和7年度までの間にえそ,のそっちの標準化のシステムと切り離せる部分っていうのは あの先にむしろ検討できる部分ではないかなと思うんですが、その点はいかかがでしょうか平賀市長。はいあのー 令和7年度をターゲットにおいてますのはあの例えばオンラインで申請いただいたあるいはまあ電子化されたデータを、えー、新しいシステムに自動連携をすることによってバックヤード業務が省略化できるあのこういうことが実現するのが、えーまあ、標準化5になるだろうという想定であのスケジュールをお示しさせていただいておりますであのおっしゃるようにあのそういう必要のない業務ですね、まああの 単なるそのご相談にへの対応えというのはあのおっしゃるようにえまあ,ある意味、今日からでもできるといいますかあのそういった技術を 導入すればあのできるというものでもあろうかと思います。当然まあ丁寧な議論は必要かと思ってます。あの、当然えー、ま原価のその財政の状況もございますので、えー、慎重な議論いるかと思います。けれども、も、えー、スケジュールでお示ししております通り。とおりえー、矢印をずっと伸ばしておりますので、あの基本的にはできることからあやっていくというのがあの基本的な考え方ということでございます。 大津委員はい分かりました、まあ、あの基本的にそうなんだと思います、であのこの間の、9月司会でも、まあ、経路乗車証の件とかあの、学童の件とか、いろいろ議論になりましたで、まあ、新聞にもこういうのが変わりますっていうので、き、まあ、昨日の総務消防委員会で補助金が減らされますとかっていうよのうが、まあ、出てて、ですね、まあ、市民の方から見えると、どうしてもこうどんどん削られていくなというようなニュアンスは伝わる中で、やっぱり、 こういうところで便利になりますよというメッセージって今、多分市役所に非常に必要とされているというか出していかないといけない部分ではないかなと思ってまして、まあ、そういう意味ではあのできるだけ早く検討してですね、えーまあ、あの私なんか本当に思うんですけどあの予算を少しでもあの かけて便利にするっていうやり方もありますけど、まあ、こういう形で市民サービスの向上ということもができる部分ってあると思ってましてここなんかまさに身近なところであ区役所行かなくていいんだというようなところだと思いますのであのぜひできるところから先に便利になるんだと、まあ、こういうことがやっていけるんだという情報発信をしていただいて、まあ、行財政改革計画が削減一辺倒ではないんだというメッセージの。 あの一貫にぜひあのしていただきたいと思いますので、ぜひそのへまあ,あまり時間をかけずに、出せるところからどんどん情報を出して、変わっていってるんだというのを市民に伝えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか平川市長。はいあのまあ、市民にとの方にとって、えー、やっぱりあの良いニュースをお届けしたいというのは、われわれも。あの 非常に痛感をしておりますであの今回、ですねサービスの向上利便性の向上ということを目的の1つにかけさせていただきました、であのま例えばなんですけども、あの、えーまあ、暮らしの手続きガイドと言いまして、あの今年のに 2, 2月にですね導入させていただいたウェブサービスございます。で えー、簡単な質問に答えていただくことで区役所でやっていただく必要な手続きが、えー、的確にご案内できるとあの口で説明するとこれだけのものなんですけれども実際はその窓口にわざわざお越しになっていろんなことをお聞きをした上ででえで、ー、窓口にご案内すると。 ちょっと理解が足りなければ誤った窓口をご案内する、まあ、こういったこともありうるんですがあのこのウェブサービスを提供させていただいているんですが実はこれはすでにあるシステムを利用してましてあの年間で170万円ほどの使用料、まあ、これはあのお金はかかってるんですけども。 一からシステムを立ち上げるということを考えれば、あの非常に安価にあの活用できているのかなというふうに考えております、あのそういったです、ねえーまあ、パッケージの技術も活用しながら、えー、少しずつでも市民サービスの向上につながるような取り組みを考えていきたいということを考えておりますよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。 かにございませんかなければ、次に京都マラソン2022オンラインマラソン及び西京国総合運動公園ランニングイベント等の実施内容についての報告を聴取いたします。 理事者報告願います川口市民スポーツ振興室京都マラソンワールドマスターズゲームズ担当部長着席して報告してくださいありがとうございますそれではお手元の資料に基づきましてご報告いたします資料1ページをご覧ください1オンライン京都マラソン2022実施概要でございます資料の中断に開催期間がございますが 令和4年1 1月月月22 2 20日日からままでの約1ヶ月間に設定しておりますこの期間中に42.195キロを走行いただくものとしまして定員は個人部門7000人車いす部門100人グループ部門は200組で最大1000人としております参加料は国内在住ランナーは4000円海外在住ランナーは8000円といたしております またふるさと納税額の方には寄付返礼品といたしましてオンライン京都マラソン2022の参加金を申請するほかクラフトビールなどの京都マラソンオリジナルグッズを申請することとしておりますなおグループとしてエントリーいただく小学生の参加料は2000円としております2ページをご覧ください <coughs> エントリー期間は令和3年11月18日から 12月17日までとしておりインターネットを通じましてお申し込みいただくこととしております協議方法は昨年度と同様にスマートフォン用のアプリタッターをご利用いただきまして分割して走行することも可能な仕様としております参加賞はワコール CWX のマルチウェイカバーとしておりまして今回から素材がアップグレードされており まあ、肌触りの良さを実感いただけるものと思っております三、えー、ページをご覧ください、えー、2盛り上げ企画についてでございます、えー、括弧1、えー、二条城ランニングイベントにつきましては、えー、京都マラソンならではの体験として早朝会場前の二条城におきまして京都の歴史や伝統文化など京都らしさを、えー、存分に感じながら走っていただく楽しさを 体験していいただこうという取り組みでございます開催日時は令和3年11月20日23日28日の3日間各日数7時から8時45分までとしております定員は各会40名参加料は入場料を含めて2000円としております本イベントにつきましては10月31日までのお申し込みとしておりまして えー、計290人の方にお申し込みいただいたところでございます括弧、えー、にランニングスクールにつきましては、えー、本事業は公益財団法人京都市スポーツ協会との連携事業としております開催日時は1回目は、えー、令和3年11月25日、えー、この夜の時間帯ですが18時から20時までとし設定しております 2回目につきましては、えー、令和4年1月23日でございますが、次回については調整中でございます。えー、開催場所はいずれも竹菱スタジアム京都としておりまして、えー、内容につきましては、1回目はランニングの基本動作や、えーまあ、入門編について学ぶと、2回目は上級編と位置づけております。この1回目に参加いただいた方には、オンライン京都マラソンの出走権を確保するということにしております。 えー、次に4ページをご覧くださいませ、えー、加古さん園田でございますますず、えー、丸一のライブランにつきましては生実況付き運動アプリライブランにおける京都マラソン特別ランニングセッションとしておりまして、えー、今年の11月から来年の2月の間計16回の開催を予定しております各回200人までを定員としておりまして、えー、無料で参加いただきます。参加者には アプリの音声を通じまして生実況を聞きながら走っていただき、まあ、離れていても、えー、オンラインでつながって走る楽しさを味わっていただこうとするものでございます、えー、次の、えーマル「ハッシュタグキャンペーン」「の #GPS アートコレクション」につきましては、えー、昨年のと同様の企画としております次に、えー、5ページでございます三西京極総合運動公園ランニングイベント京都マラソンエンジョイウィークについてでございます イベント名称にございますが、丸1たすきをつなぐハーフマラソン世界記録に挑戦、丸2たけびしスタジアムエンジョイラン、丸3フィニッシュタワー設置以上3つの取り組みを実施をいたします。開催日時は、丸1につきましては令和4年2月20日の9時から11時15分、それから11時45分から14時までの2組制にしております。丸2丸3につきましては 令和4年2月14日から2月20日の1週間え、時間帯は記載のとおりでございます。開催場所は基本的に竹芝スタジアムを京都しておりますが、丸については時間の都合上、一部補助競技場を使うこととしております。<laughs> え開催内容についてでございますが、丸いはチームによるリレー形式でハーフマラソンの距離を走っていただいてタイムを競い、えー、できればまあハーフマラソンの世界記録を目指そうというものでございます。 えー、丸には、えー、オンライン京都マラソン2022の走行会場として竹林スタジアム京都を開放いたしますさんは、えー、記念撮影用のフィニッシュタワーを設置するものでオンライン大会参加者に限らず自由に楽しんでいただくということにしております定員につきましては丸 ① は1チーム3人から8人、えー、1, 1回にまあ30チームということで2回ありますので計60チームに参加いただくことができます 丸には2時間ごと200円、丸さんの方は定員も設けておりません。参加料につきましては、丸1は1チーム8000円、丸2丸は無料でございます。参加資格は、丸一は18歳以上、丸二はオンライン大会の参加者、丸三はどなたでも可能としております。次に6ページをご覧ください。4、ふるさと納税についてでございます。今年度は京都マラソンオリジナルの クラフトビール、日本酒、シューレース、えー、靴ひもですね、洋菓子、ランニングシューズ、JTB の旅行クーポンといった京都マラソンならではの返礼品を前回以上に充実し、積極的にふるさと納税の獲得を目指してまいります。えー、7ページをご覧ください。事、えー、業収支についてでございます。収入支出とも1億3千万円を計上しておりますが、オンライン大会開催となることから、 直近のフルマラソン大会の約八割,割減となっております。上段が収入でございます。負担金は京都市負担金を収入するもので、スポーツ振興基金からの繰出資金として二千九百万円を計上しております。次に協賛金につきましては六千五百万円、参加料収入は三千四百万円を計上しております。初収入につきましては広告料等にかかる収入など二百万円を計上しております。 下段の二支出でございます各イベントにかかる経費につきまして大会運営費、安全対策費、広報イベント関係費エントリー記録関係費、実行委員会運営費を計上しておりそれぞれの金額は記載の通りでございますご説明は以上でございますどうぞよろしくお願いいたします、はい、ただいまの報告について何か質問はございませんか はい、と、えー、ですね、えー、質問に入る前に1時間を経過いたしましたので、えー、ただいまから換気を行います。しばらくそのままでお待ち願います。 それでは引き続き報告聴取を行いますそれでは山本啓一委員どうぞ、はい、よろしくお願いしますこの京都マラソンについてはですね7月20日に委員会報告があったんですけどもまあ今年度前半のこのコロナ感染症まあ状況を踏まえるとですねやはり2年続けてのオンラインの開催とするとのまあ方針についてはですね やはり ICT の活用によっていつでもどこでも誰でもというマラソンに参加できるという楽しみがあって評価するとともに適切な判断であったと思います私もいつもですけれども財政負担とか事業のあり方について質問させていただきましたけれどもこの一般財源に頼らないかつ京都らしいより魅力的な大会となるように まあ工夫するとの回答をもらいました、えー、先ほど、具体的な説明、えー、事業内容についての報告があったわけですけれども、まずまあ今回、新たにえ大会の魅力を高めるために、取り入れた要素といいますか、それをまずお聞かせ願いたいと思います川口担当部長、えーはいえー、今大会の新しい取り組み、魅力を高める取り組みについてでございます。 えまず、えー、まあ今回、えー、昨年度よりも進化したオンライン大会をということを考えましたときに原点に振り返って、まあ、何が京都マラソンの一番の魅力かということを考えましたやはり、えーまあ、例えば競技マラソンとか市民マラソンとか、まあ、いろんなジャンルがございますがあのカテゴリーがございますが、まあ、京都マラソンはやはり市民マラソンだろうとその中で、えー、京都の三市水面の自然や 伝統や文化を感じられる個設定それからまあ沿道での応援なんかが一番の京都マラソンの魅力ではないかと思いましてそういうまあ京都マラソンの魅力を、まあ、今回はオンラインでございますけれどもより強くまあ発信していくことが今後のまあ京都マラソンの安定的な開催、まあ、魅力の維持につながっていくものと考えまして安全な形でありながら 京都のミルクを堪能できるまあコースを設定しようと、そういう趣旨から、えー、二条城の早朝に特別に、えー、走行する、えー、期間を、大金を設けるという、えー、企画をいたしました、あそしてこれがまあ世界遺産を走る二条城アスランでございます。 まあ結果的に、炎上場の周囲はいつも多くのランナーが走られますけれども、まあ、いつも眺めてるところだけのところを走れるのは大変いい機会だというご評価をいただきましたり、NHK はじめマスコミに取り上げていただきました結果、えー、関東や中部県からも含めてお申し込みいただいていると、このような状況になって、大変良かったなと思っております。でもう一点は西京国総合運動公園での競技 えー、早くまのの記録に挑戦しよううといいものでございますで昨年度も同様の趣旨から3人で1万メートルを走るという企画を設けましてこれはこれで大変盛り上がったのですがやはりあのランナーが1回は2 0 0 0ル2人目の方が3 0 0 0ル最後に5 0 0 0ル走るとでそれぞれの合計タイムを、えー、合わせて計算して。 あとどこが優勝者が決まるというふうな形になっておりまして、まあ、若干、その,あのま,まがいたのかなというところですが、まあ、今回は、えー、ランナーの数はもうちょっと増えしまして、まあ、距離も倍になっておりますがそれぞれのチームが実際にタスキをつないで走りますので、まあ、どのチームが先行しているかどれぐらい差がいているか、まあ、参加者も応援しているかも非常にあの一目瞭然分かりますので非常にあのレースとしては盛り上がるのかなと思っております。やははりあのマラソンには えと仲間と一緒に練習を重ねて、まあ、タイムを競うというのが、まあ、楽しみの原点かなと思っております。まあ、そういうところをあのこの1日ではございますが、えー、ランナーも応援する方も一緒におあの楽しんでいただければと思いまして、まあ、こういう企画をしております。あのー、できるだけ、こちらの方もオープンの方はまだですが、これからも後補に力を入れまして、まあ、できるだけたくさんの方にご参加いただければと思っております。以上です山本委員 今回はです、ね、これ具体的にまあ収入支出の予算が示されておりますけれども、まあ、それぞれポイントについてまあ説明を願いたいと思います。まず特にこの財政厳しいコロナ禍でまあ事業開催ということで、まあ、一般財源での負担はないという理解でよかったのかというのを、これ、いつも一般財源からの負担なし。 でしょうかというのを私、いつも質問しているんですけれども、これを改めてお伺いしたいと思います川口担当部長。<laughs> えー、はい、えー、今大会の,あの事業の収支、予算についてでございます。えー、お手元の資料の7ページにあの具体的な金額を載せております。でえー、特にあの市の負担金がどうなんだというところについてでございますが、えー、まず収入の場合をご覧ください。 えー、こちらの負担金と、えー、全体の合計金額ですが、えー、合計金額が1億3000万円で、えー、市の負担金を2900万円とかさせていただいております。で実はあの昨年度の,あの予算段階では、えー、総予算を1億1700万円しておりましたが、えーまあ、新規、外への対応の観点から、えー、若干、費用が増えておりますが、えー、市の負担金につきましては、 昨年度予算段階では3100万円と置いておりましたところ、まあ、できるだけ絞るに絞るということで、2900万円としておりまして、財源についても市のスポーツ基金の取り崩しということで、対応することとしておりますので、あのまあ、結果的に一般財源による負担はなしという形で取り組んでまいりたいというふうに考えております。山本委員 かりましたやはりあの京都市においてはなおまあ厳しい財政状況が続くということは確保せざるを得ないというわけですのでこの京都マラソンはですねやはりうん市民スポーツの振興また健康成就への寄与まあ京都の歴史文化の発信幅広い市民の皆様によるまあ参加とかまあ支援またスポーツ通じると,としてのまあ宿泊旅行 創出40億円以上の経済効果があるとそのようなメリットを伴う事業であるということは確かでございます今後のこのコロナウイルス感染症の状況については十分注意する必要がありますし環境が整えばですね来年度令和4年度から以前のようなフルマラソン大会と再開復活するように努めてその際にもですねやはりこの 京都マラソンの魅力を一層高めるまあ取り組みとしてオンラインマラソンについてもまあ合わせてまあ実施することをまあ検討してはどうかと考えますけれどもいかがでしょうかこの点どうぞお伺いします川口担当部長、えー、はいあの来年度以降の取り組みについてでございますまず今年度につきましてはオンラインということでございますが 幸いあのワクチンの接種とコロナ対策も進んでいるというふうに考えておりまして、状況が許せば来年度はフルマラソン実施に向けてチャレンジをしたいというふうに思っております。またあの予算の段階ではそういう予約をさせていただければと思っております。で、まあ今回オンラインでございましたが。 準備に向けまして、スポンサーの企業様にお話をさせていただいたり、あるいは京都市体育振興館の皆様とお話をさせていただく中で、来年度はぜひフルマラソン大会を実施あのすべきであると待ってるでというお声をたくさんいただきまして、私も大変嬉しく思っておりますや、まあ、やははりりそううななるととと財源といいことでございます。 私たち事務局といたしましては、あの京都の魅力発信策でもある、まあ、ふるさと納税の、まあ、さらなる活用や、な,などによる、まあ、財源対策と、まあ、それからあのコロナの対策も含めた安全対策をしっかりやると、でそれからまたあの体感の魅力そのものについても、さらにあのブラッシュアップを図りまして、えーまあ、より魅力的な形でフルマラソンにつなぐことができればと思っております。えー、また、オンライン体験につきましても、えー、運動習慣がなくても、まあ、気軽に取り組められると。 でやってみると楽しかったとか、敷、ま、居、あ、が低くてよかったというお声もたくさん頂い,いておりますので、まあ、こちらにつきましても、積極的にあの活用を検討したいと思っております。えー、今後とも、司会の先生方とあの連携、ご指導いただきながら、フルマラソン復活に向けて取り組んでまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 これ2月ですので、もう寒い日もありました、まあ、暖かい日もあったんですけども、えー、このフルマラソンの復活が令和4年度になるように祈りたいんですけども、やはりボランティアも2年間、ブランクがあります、その点も含めまして、そしてこのふるさと納税の、まあ、どれぐらいふるさと納税していただけるか分かりませんけども、えー、まあサポートランナーというこの10万円の寄付もありますし、 やはり、えー、まあ二年続きのオンラインマラソンですけれどもその次を見据えてですねやはり魅力あるまたマ、まあ、コロタ対策もそうですけれどもじっくりと検討していただいて、えー、来年まあオンラインマラソンを実施していただきたいと思います、えー、要望をいただきいとますよろしくお願いします以上ですはい、進行いたします山根委員 山根よろししくお願いします、えっと、私からもいくつか少しだけお聞きしたいと思うんですが、あのまあ、市民のぜひスポーツ大会としてあの発展してさせていただきたいなということを私は願っております、でそこで先ほども少しあったんですけれどもあの、ふるさと納税のお話なんですが、 資料の2ページのところにです、ね、エントリー期間というところに、えー、ふるさと納税枠は令和3年2021年の11月10日水曜日から先行エントリーというふうにあるわけですけれどもこれあのふるさと納税枠ということで、えー、何人分かをまあ独自に用意をされているということなんでしょうかちょっとその辺を教えていただきたいのとですねで6ページの ところにはですね、メニューとして、丸1番から10番まで用意されているとで、一番安いもので2万5000円、それから一番高額なものは51万6000円ということなんですけれども、これはその額ごとに募集人数というのが設定されているということなんでしょうか、もし設定されているんであれば、それぞれこれ、何人ずつほど想定というか、用意されているのか教えていただきたいと思います。川口南部長 えーはい、ふるさと納税枠による出走についてでございます。あの基本的にはあの今あの、ご確認いただきましたとおり、一般のエントリー受付が18日からでございますけれども、ふるさと納税枠については、明日10日からエントリーが始まるという形になっております。であのまそれぞれご覧のとおり、返礼品を特定しておりまして、 基本的にはその返礼品の数に限りがございますので、あのその枠については、まあ、返礼品がなくなった時点で、まあ、一応終了というのが基本的な考え方にしております。 であの数についてなんですが、実はこれ、は非公表にしておりまして、まあ、といいますのは、まあ、ふるさと納税を、まあ、あの適切に進めていく上からもです、ねまあ、できればちょっと、えー、非公開の形で、まあ、進められたらというふうに思っております。あのまた個別にあのご説明するのは、また可能でございますけれども、ちょっと公式にはそんなような扱いで進めさせていただければと思います。以上です山根委員あの、まあ、私はです、ねそのまあ、大会に ご賛同いただいておられる個人さんあるいは企業さん団体さんから協賛金をいただくということはあり得るというふうに思うんですねあのそれは企業や個人の方々の社会貢献の一つのやり方であると思っていますしそれはあ,のありがたいことだと思ってるんですがただこのふるさと納税ということで、えー、中には この51万円というかなり高額なものも設定されているということになればですねそのしかもそこに来年の2023年のおもう一つ先のです、ね、出走権がついてくるということになればこの競技への参加に関わって、えー、高額なお金を出せる人ほど出走しやすいということになればそれはそのスポーツ振興というところで見れば えー、どうなんだろうかとで、例えば抽選に外れた方を優遇するものとはちょっと違うわけですよね、これは、お金でそうしてるわけですから、これがスポーツ振興という点で、どうなのかなとはちょっと率直な疑問なんですが、その点のお考え、いかがでしょうか川口担当部長。えーはいえー、ふるさと納税額の設定と、まあ、スポーツ振興の在り方、まあ、それは両立するのかというご質問かというふうに思います。 あのまずあの結論から申しましてふるさと納税でだけで出で、ね、術枠を全部満たすかどうかというのについてはそういうことまではあの考えていないので、まあ、実情不可能だ,だということも含めまして、あのー、そういうことにはならないのかなと思っております。 まあのただ、他方で、まあ、このふるさと納税によってです、ね市民、この、まあ、ふるさと納税の額が、まあ、市民スポーツ機金に積み上がっていくとで、その積み上がった分が、その翌年度以降に事業費に充てるという形でおもちまして、まあ、一般財源の負担なしに、まあ、事業の執行可能にしているという面もございます。 これがないとなかなか安定的に事業を進めるのが難しいということをご理解いただいた上で、やはり、えー、適切なバランスポイントというものがあろうかと思います、でその辺につきましては、えー、ふるさと納税の参加者だけで、まあ、事業がいっぱいになるという状況ではないというふうにご理解いただけたらと思います山根そのだから市民スポーツ基金に積み上げていくということであればです、ね、それは別にふるさと納税じゃなくても、 あの企業の協賛金だとか個人さんからの協賛金でも同じようにできると思うんですよね。で、私が問題にしてるのは出走、競技への参加とここがつながっているところがどうなのかなというところなんですね。で、あのまあ、もちろんそのふるさと納税だけではないのでそうあの当たらないんだというお話でしたけれども事実の問題として、まあ、市民枠はね別にあると思うんですけれども。 あのただやはり高額のお金を出した方への枠外出走について用意されているというのはです、ね、あの事実だと思います、これはやはりスポーツ振興という観点で見ればあのどうなのかなと疑問は持っているということを申し上げたいと思います、でもう一つお聞きしたいのは、えー、7ページの、えー、支出の部のところに、まあ、大会運営費だとか広報、えー、イベント関係費などの項目があるわけですけれども、そのこの大会運営に関わってですね えー、企業に外部委託している部分がどれだけあるのかというのをちょっと改めて教えていただきたいということですであのもちろんこの市の職員さんとか、えー、市民の方のボランティアだけではなかなかあの運営が難しいという面もあると思いますので、えー、そういう企業に、えー、外部委託発注するということはありうることだとは思いますけれども、あのーまあ、ちょっと心配するのはやはり京都市の、まあ、開くこういう大会 えー、発注する事務を発注する際にですね例えば、市内事業者じゃなくて、えー、大手企業が受注して儲けをかっさらっていくというようなことがないのかどうか、えー、こういうことがあればどうなのかなと思いますのでそのあたりです、ねえー、企業にこう外部委託している事務というのがどれぐらいあるのかちょっと教えていただけたらと思うんですがいかかがでしょうか川口担当部長。 えー、はい、えー、企業に対する、えー、外部委託についてでございます。えー、もともと、まあ、マラソンという業務につきましては、えー、交通規制をはじめ、えー、ランナーの登録、さまざまなあの業務が発生いたします。 でこれが当日1日にかなり集中してくるということでございますので全部を市の職員がカバーすることが、まあるのはマンパワー的にもまたノウハウ的にも非常に難しいということから従前から、えー、外部発注が適切な業務については外部発注をするということにしております。 でまあ、こちらの方あの今大会で11年目になるわけですが、当初、非常にその外部発注が多かったということから、できるだけその外部発注の金額を抑制する、工夫をするべしということから、業務を細かく分割いたしまして、それぞれにこれ、実行委員会としてプロポーザルを行うという発注方法を取っております。 まあ、そのような形を取っておりまして、今、まあ、大会につきましてはあの、リアルの要素がありませんので、まあ、年度に平年度に比べると、量は少なくございますが、7、えー、つの業務に、えー、分けまして、まあ、それぞれあの契約者を探すという形でプロポーズを行って、まあ、業者決定するということになっております山根<に>のそうしたら、まあえーと、この外部発注ですね、当初、あの多かったのを、 え分割発注していってるという、そういう努力もされてるということですので、今回はこれからの話なので、まだ分からないと思うんですけれども、これまで行われた大会で、外部委託した事業内容と委託先、それから金額のえまあ推移なんかを、ですねぜひちょっと資料でまとめてえいただけたらと思いますが、いかかがでしょうか川口担当部長。 えっとはい、過去の大会における発注状況についてでございますあの。大変申し訳ございませんが、現時点でちょっと資料がございませんので、あのまあ、作成いたしましてあの、まあ、ご相談させていただきたいと思います、はいえー、っと先ほどの過去の外部委託の発注状況についてですけれども。 これについては、実者提出できるということですか、再度確認させていただきます、川口担当部長、えーはい、あの今、現時点で資料もございませんし、ちょっと私、まだ見ておりませんので、ちょっと確認しまして、あのどれぐらい遡かるかも含めて、ちょっと確認の上あのできる範囲で提出させていただきたいと思います。 えっと、これについては、山根委員、えっ、ー、と、委員会資料として求めますか、それとも個人資料で。えっと、まあ、できれば委員会資料で求めたいと思いますが。はい。ええ、皆さん、えっ、ー、と、委員の皆さん、委員会資料としての提出を求めるということですけれども。ご異議ございませんでしょうか。はい、ご異議なし、ご異議がありませんので、委員会資料として提出を求めることに決定いたします。理事者におかれましては、なるべく早く提出いただきますようにお願いいたします。はい、進行します。えー、中野委員。 はい、中野委員どうぞ、えー。よろしくお願いします。いや、非常にいい感じでできて良かったですね。いや、あのない内容を見させていただいて、あの盛り上げ企画が非常に面白くてでしかもね。これ、あの40人に対して290ってやっぱりね。あのすごく皆さん着目されてるんだなと。 あの私たちはちょっとあ,のあ,のあ,のある事業に携わっててこの10月31日まではもうてんやわんや,やだったんでこ全然の申し込む機会もなかったこんなあったんやと思ってあのちょっと残念な思いをしながらもでもこれだけ多くの方が申し込まれててあの非常に嬉しく感じているところでございます。でえー、とまああのいくつかちょっと今回の特筆すべき、まあ、評価も含めてお話をしたいと思うんですが。あの まあ開催期間ですね。えー、今あの私自身もあのエントリーしたりとかあのしてますけどこう1ヶ月っていうのはまあ非常にその参加される方にとってはありがたい話であってえっと横浜とか福岡は半月なんですよ。 で半月って言うとね結構ね割と仕事とかあのバタバタしてたり雨が降ったりとかいうことでなかなか走れなかったりするのでそのうちにあの期日が迫ってきてあの逆に体を壊してでも走らなあかんとかいう本末転倒の話になり,なりそうなところもあってもう気張って走ったりとはしてましたけどやっぱり1ヶ月あるっていうのはそれなりに自分で予定を立てて、えー、分割して走れるというところでもありますし、まあ、非常にここはあの、まあ、去年通り。 こういうような形で展開されるっていうのは、あの非常に評価するところでもあります。で、えっ、ー、とまあ、去年はあ初日の正午でえー、必達でしたよね京都。京都市民の枠は別にしてで、今回はあ相当人数は増やされたと思いますが、まあ、先着順定員に達した時点で締め切りという風なところですけれども。 まあここの見込みについては皆さんとしてどうなんですかね、あの前回はそのもう締め切ったけど、もう最終的にはもう店員なしで、誰でもどうぞというふうな形にされましたけれども、今回の,その見込み、あの当然、収支のさっき話ありましたけど、そこの部分もあると思いますので、えー、ちょっと聞かせていただきました。川担当部長、えー。はい。えー えっと、オンラインマラソンの定員といいますか、あの参加の見込みなどについてでございます。えー、実はですね、昨年度につきましては、本当に驚くぐらいに早くいっぱいになったというところがあるんですが、実はあのその後、えー、あちこちでオンラインマラソンが行われておりますが、最近、なかなかあの定員に満たさないというところが多いというのが、これま事実でございますで。私たちはそれこそ、今、あの議員おっしゃいました通り、終始のこともございますので、まあ、なんとかあの定員はおろか、まあ、もう少し思っておるのですが、 まず第一期的にはあの乾燥症を作るなど、いろいろ物理的な手配がございますので、一旦は転用定めて、まあ、募集をさせていただいているという状況でございます。でまあ、あの事情が許せばあの、昨年度のようなこともあの対応したいと、ぜひ思っているのですが、まあ、その辺につきましては、やはりその申し込みの状況などを見ながら、また改めてあの決定、判断してまいりたいというふうに考えております。中野委員 一応今の時点でのお考えということで、まあ、今後その、まあ、申し込み状況によってはあ若干柔軟に、えー、考えようかなというふうな含みもお持ちという,ふうなことでよかかったたですよねはい分かりました、まああのね、去年以上にあ,の、まあ他の町と比べて、まあ、間接的に京都とリンクしながら走れるというのはあ一つの特色でもありますし あのそ,そこがまあこのマラソンの魅力でもあり、えー、しかも感想メダルがついてくるというところは、あ参加される方にとってはあのあのすごくモチベーションが上がる話でもあるので、ぜひそこは積極的にあの宣伝をされながら展開をしていただけたらと思うところでございます。で、合わせて、えー、その中で、えー、その他の部分でね、あのデュー京都の取り組みの中で、まあゴミゼロ等々をランナーに呼びかける。 えー、あの実際、実践されているあの団体がいましてあのパトランというふうな、えー、パトロールをしながらランニングをするというふうなあメンバーが、まあ、京都市内に何,何,何箇所かいらっしゃっていて、あのーまあ、子どもの見守りとか含めていろいろされながらあプラス走りながらゴミを拾われると。 いう,ふうなケースもありますしあのぜひそういうふうな取り組みをまあそのお一人でされるかどうかというのはまた別ですけどそういうふうな取り組みをされてるケースもあるしあのぜひあの皆さん走りながらもまあそういうふうな形で取り組みをとまあ具体的な事例を挙げることによってここに書かれたメッセージが非常に生きてくると思いますのであのぜひあのそういうふうな形で あの何かしらあの積極的にあの広報していただけるとえここの部分が単にその表記で終わらずにあほな僕もやってみようかなというふうなつながりにもなると思うのでせっかくあのここで皆さんお気づきになられてえ表記されたというところでもありますしぜひそこは積極的に活用していただけたと思うところでございます。 でえー、まあ今後の部分ですけれども、まあ、あの他の委員からもありましたオンラインとリアルと、えー、来年以降は閉鎖されてはどうかというところあの特に、えー、まあ当然、いっぺんに42.195キロ走る醍醐ご味というのは、まあ、非常にその言葉に表せないほどの達成感があります。 でまあ、それはもう自己満足かと言われたらそれまでですけれどもあのそ,そこの醍醐味というのはやっぱりまとめて走るからこそ得られる部分があって分割だとなかなかそこは得られないただ一方でやっぱりその、ね、前あの以前ご答弁されましたように何回申し込んでも走れない、まあ、そういった方が今回、分割であるけれども京都マラソンに参加することができた。 しかもその京都に来れないけれども京都と間接的にリンクしながら走ることができたということで感激をされている方も少なからず伺いましたそこから考えても財政面的なところはありますがぜひいろいろ工夫をされてです、ね、あのオンラインとリアルと閉鎖できないかという道をぜひ探っていただけたらと思いますで特にあのこの 僕はあの個人的かもしれないんですがこのオリジナルランニングシューズなんていうのはねあのこれあの <laughs> 一つの目玉商品なんであのふるさと納税に限って展開されてる部分がありますけれどもこれぜひあのリアルでねされる時とかはあ積極的な展開をされる中で、えー、若干値、ね、は多分貼るとは思いますがあー販売されることでね そこで儲かって儲かった分を、まあ、あの財源面に投入することでリアルとオンラインが閉鎖できるとお新たな果実も得られることもありますしこのシューレースっていうのは靴ひも靴ひもで私そんなに受けるのかなっていうふうなあの素朴な疑問はありますけれども、まあ、皆さんがいろいろ考えられる中でここまで載せられたっていうことはそれなりに靴ひもも、えー、含めて 魅力を作り出してるんだなというあの新たな気づきも得られました。まあの特に京都マラソングッズっていうのは毎年のその都店のおおお越しあす広場でも相当数売れててデザインと色と雰囲気が良かったらもう初日で全部完売みたいなところも少なからずあります。ぜひそういう風な展開をする中で携わっていただいている企業さんに。 設けていいただいて設けた分をこのリアルとオンラインの閉催に投入していただくそうすることによってお互いにウィンウィンの関係になるでしょうし企業さんにも積極的に設けていただいてマラソン大会を支えてもらうとここはあの京都市の持ち出しなしで展開するためには非常に有効な手段だと思いますし特にマラソン大会を フォローするというのは企業イメージとしても少なからず ESG 効果としてもあるかと思いますので積極的な展開を今後取っていただけたらと思いますまずはこの12月の締め切りまでに店員が来て嬉しい悲鳴が上がることを期待しておりますのでぜひ引き続き頑張ってくださいありがとうございます あ、川口の土壌。えー、はい、あの大変いろいろの応援いただきまして、本当に、あの、誠に、あの、ありがとうございます。あの、えっ、ー、と、ちょっと、いろいろいただきました。あの。アイデア、ご提案も含めて、あの、今、あの、準備できているところだけで、になりますが、あの、若干答えさせていただきたいと思います。 まずあのパトランというような取り組みについては私はちょっとあの勉強不足であのよく知らなかったんですけどもあのまあ今回あの改めて思うことはやっぱりオンラインというまあやや緩い形でやることによってあのスポーツ以外の他の要素とのまあ親和性がすごくいいのかなと思うところがありましてえまあ例えばその京都のパン屋さんを巡るとかいうような企画がすごくいいよというふうな観光的なことや今おっしゃったそのえと環境対策としてごみ拾いをするとか。 あるいはその文化財を楽しみながら走るとか、まあ、いろんな形であの要は、いろんなあの京都の持っている強みの要素と結びつくことによって、まあ、より深いあの京都体験というのでしょうか、まあ、バーチャルであっても京都を楽しめるしまたあのコロナが終わったら京都行こうという動機づきにはあのすごくあのなっていくのではないかなと思っております。 それからの先ほどの,あのえっとシューレースなんですけどもこれ実はあ,あまりこのペーパー上うまく表記できてないんですけどこれ実は京都の伝統産業の組紐で作っておりましてちょっと色もその形もまあ一工夫があるということで非常に緩みにくいということであのなかなかのものねというふうにあの聞いておりますであの最後になりますがやはりその企業様とま一緒にやるということでまあ企業も一定いい方に向くしえまあそれが回り回ってまあ京都マラソンの財源になると これは非常にあの大事といいますか、まあ、今後あの、京都マラソンをその、えっと、安定的に開催していくことでは、これが非常に重要かと思っております。で、まあ、企業様にそのスポンサー、どういただく中で,です、ね、やはりその露出の機会が、まあ、2月の一点になるんではなくて、まあ、年から年中、京都マラソン、いろいろ楽しいことがあると、まあ、これは非常にいいことだと思っておりまして、まあ、その辺も意識しながら、あのレジリエントにこう開催できる、またあの誰かにとってもまあソーシャルグッドな 大会になるようにあの企画を進めていければなと思っております今後ともよろしくお願いしますはい、えー、他にございませんかかければ以上で報告聴取を終わりますそれでは次の陳情審査に関連のない理事者はこれで退席願いますお疲れ様でした、えー、次の陳情審査につきましては休憩せずに行いたいと思いますのでご了承願います それでは準備が整えますまで、しばらくお待ち願います。<laughs> はい、それでは次に陳情審査を行います。 陳情第1887号、少数民族に関する人権擁護の要請を審査いたします。実写説明願います。山村共生社会推進室長、着席して報告してください。はい、ありがとうございます。えー、それでは陳情第1887号、少数民族に関する人権擁護の要請についてご説明いたします。お手元の陳情文書表をご覧ください。 陳情の趣旨でございます。新疆ウイグル自治区の人権状況について国際社会から深刻な懸念が表明されており人権を擁護するために各国政府が役割を積極的に果たしていくことが重要であるとして地方議会では国に対する意見書が採択されつつあることから京都市議会においても同様に国に対する意見書の提出について採択することを求めているものでございます。 新疆ウイグル自治区における少数民族の人権状況について日本国政府においてはこれまでから中華人民共和国政府に対し国際社会における普遍的価値である自由基本的人権の尊重および法の支配が保障されることが重要であるとの考えを伝達した上で人権状況について透明性のある説明をするよう働きかけが行われています。 また、日本国政府は国連総会、人権理事会などの場において、米国や欧州諸国などとともに、人権条項について深刻な懸念を抱いており、国連人権高等弁務官らの調査を求めるとの共同声明を発表しております。本市は、人権文化推進計画に基づき、誰もの人権が尊重され、生き生きと暮らせる共生社会の実現に向けた取り組みを、 市民の皆様とともに進めているところであり特定の人種や民族に対する人権の侵害はあってはならないことではございますけれども本件は外交に関わる国の専権事項であり地方自治体として言及する立場にはないと考えているところでございますご説明は以上でございますはい、えー、でした,ただいまの議事者の説明について何が質問はございませんか はいなければ本件は陳情ですのでこの程度にとどめます。以上で陳情審査を終わります。それでは次の一般質問に関連のない理事者はこれで退席願います。お疲れ様でした。次の一般質問につきましては休憩せずに行いたいと思いますのでご了承願います。それでは準備が整いますまでしばらくお待ち願います。 それでは一般質問を行います。昨日までに松田委員から女性活躍における学び直しについて、中野委員から人生100年時代に対応するまちづくり戦略の現状の取り組みについて、それぞれ一般質問の申し出がありました。そこでお申し出いただいた項目を踏まえ、先ほど申し上げた順に、それぞれ通告のあった質問と関連質問を行うことといたします。質疑にあたっては、当該、えっと、所管事務調査の範囲から、 外れないようにお願いいたします。それでは一般質問を行います。まず女性活躍における学び直しについて松田委員どうぞ。よろしくお願いいたします。えー、私あの代表質問であの一人親家庭などの困難を抱える女性の就労支援について触れさせていただきました。まあ社会全体で女性活躍を推進していくためには ま、現在活躍されている女性のみならず、潜在している女性の活躍を喚起していく取り組みも重要であると考えております。まロナ中にありまして、まテレワークや自社出勤など、多様で柔軟な働き方が大きく進展をしております。まポストコロナの時代にありまして、ま労働力不足も指摘される中。中ま女性のさらなる活躍が求められており、おりまデジタルや介護まニーズが高い。 分野がが今後広がっていくことも見込まれまれすそうした活躍の舞台を広げるための大事な機会が学びであり、マリカレント教育や職業訓練はその重要な要素と言えますけれども、本市における取り組みの現状についてお聞かせいただけますでしょうか。北条共生社会推進室、真のワーク・ライフ・バランス推進、働き方改革担当部長。はいえー まずあの学び直し、あのリカレント教育の,あの現状についてご説明いたします。え国、府、市、経済団体とオール京都体制の輝く女性応援京都会議を運営したいとします京都ウィメンズベースで女性の学び直し、再就職支援事業を行っております。えー、ま今現在ですね高科女子大学大学学 京都女子大学で女性のための学びと修了を支援するリカレント教育課程を実施されております。このほかですね、京都の社会経済の発展と真のワークライフバランスの実現にも寄与する勤労者教育を行うことを目的とします京都勤労者学園ラボール学園においても、令和2年度は1125名の方が学ばれているところであり、 実に役立つ講座のほか、資格取得支援講座を実施しておりまず、l i あ,あの今、さまざま紹介をしていただきまして、勤労者教育については1125名で、多くの方もあの参加されているということでありました、あのこうしたこ,のことをですねこの学び直しの経験がない人、そうした方をあの取り残さない支援として、 まあ新たな就労や学びによる人生の質の向上などにつながったという好事例の,あの積極的な発信というのもあの重要だと考えますけれども現在もしそういうことがございましたらご紹介いただきたいのとそうしたことについてのお考えもお聞かせいただけますでしょうか。担当部長 今ご紹介しました京都女子大学等は実際に講座を受講された方のお声とかをホームページとかでご紹介されておりましてその中では特にやはり学び直しっていうことが人生を考える豊かにするための言いいきっかけだったというようなご発言もありますし中にはキャリアアアップのために受講したというような。 いいいわゆるるる就労につながるようなお声もいただいているところです今、議員ご指摘になりました、あのそういった好事例の紹介のつき方なんですけれども、まあ、今現在はあの実施されている大学の方であのご案内をされておりますので、将来的にはあのそういった事例があの広く発信できるような仕組みもあの検討していきたいと思っています。松田委員あのぜひ、あのー 京都市のホームページ等々、まあいろんな機会を捉えて、まあの女性の方がそうしたことにあのつながりやすいようなあの仕組みづくりというのも、あの取り組んでいただきたいなというふうにあの思います。ま心の中でま暮らし方やこの価値観があの。も、あの多様な価値観がま新た。な、 価値観がもたらされているんですけれども、まあ、ポスト・コロナというのは、さらなる。この男女共同参画の推進のための,あの契機とする必要があるのではないかな、というふうに、あの私も思います。まあ、この総務省が、この七月にあの公表しました。令和3年度版の情報通信白書では。 ま、日本がデジタル化に遅れを取った理由の一つにまデジタル人材の質量ともの不足というのが深刻化しているということをあのあげております。ま必要な人材の育成確保が急務という風な指摘もされているところでございます。ま、こうしたあのデジタル職というのは、ま非肉体労働で勤務場所の設置、あの制約がなく、ま結婚や出産などライフステージの変化や年齢に左右されにくいスキル。 でありまあ、女性に向いている職種とも言われております。まあ、その上で、このコロナの影響やデジタル化の進展に伴うまあ、経済産業構造の変化を捉えまあ、女性人材の育成や成長産業、また創意した分野への円滑な移動支援を行っていくことが重要であるというふうに考えたりもします。まこの中で厳しい雇用状況に置かれている。女性はもとよりま起、あ、業を希望している方。 た、フリーランスの方、在職者なども含め、この女性がデジタル技能を取得、向上できる学びや職業訓練の機会提供、またそれを就労、再就職、転職等につなげる事業等を京都府と連携をされまして、デジタル社会を担う人材の確保をしていけるように積極的に取り組んでいくべきと考えますけれども、ご見解を伺いたいと思います。北条担当部長 あのデジタル人材の育成については、あの産業観光局の方で取り組まれておりまして、企業に関する女性とかもあの取り組まれているところですので、あの産業観光局と連携しまして、特にあのコロナで厳しい状況におられる女性の方がいらっしゃるということもありますので、情報をできるだけ伝えられるように、あの文化市民局としても取り組んでまいりたいと思っています。松田委員あ,のあらゆるこの分野であの 取り組みがあると思うんですけれども、具体的にはあのこの職業訓練等も、あの小ア科局のあの一人や家庭のそうしたところもありますので、まあ、どのような機会であのそうした連携というのは、あの情報共有というか、されたりしているのか教えていただきます。北条担当部長 今、ですねあの不安を抱える女性に寄り添った相談支援事業でも、ゆめやすとあの協力いただいておりまして、あのこれをきっかけに、ですねゆめやすとウイングスがさらなる連携が進められるようにあの取り組んでまいりたいということで、今、小枠局とあの相談をしているところです松田委員あの、産業観光局とか、まあ、修了とか、そうしたところはどうなってるんです、す今現あの、言いましたデジタル人材の方。 文化市民局は女性活躍を所管していますので女性に特化した事業とかを進めているんですけれどもどうしても産業光局とか他の局にしますと女性だけに特化するっていう事業はなくって広くあらゆる男性女性性別を問わず広くデジタル人材の育成に努めてられているところですそこでもです、ね、文化市民局が少し女性のいわゆる就労支援のつながられるようなそういう情報発信力がある あの科学女性応援共同会議がございますので、そこを通じて発信していきたいというふうに思っております。まず、大臣。ぜひあの今後デジタル化も進むにあたりまして、そうしたこともあの必要になってくると思いますので、今後お取り組み強化していただきますように求めて終わりたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、進行いたします。あ、この件に関して、えー、関連して他にございませんか。 はいなければ次に、人生100年時代に対応するまちづくり戦略の現状の取り組みについて、中野委員、どうぞ。はい、中野委員。えっと、まあ、令和3年度の京都市の予算の一つのまちづくりの方向として、 まあ、人生100年時代に対応する地域力福祉力を高めて支え合うまちづくり戦略と、まあ、こういうふうなあ形で、えー、切り口で、えーてあのー、方向性をが、まあ、門市長を含めて示されています。でさまざま議論する中で、えー、今この人生100年時代という考え方っていうのは今さらに必要になってきてるんではないかなと私自身も さまざま考える中で痛感しているところでもありますで、あの先ほど他の委員の議論の中で学び直しというのもありました、えー、まあリタイアされてもされなくても毎日楽しく健康に暮らせるかどうかっていうのは特にコロナの災いの中あの私たち一人一人が強く感じているところでもありますししかも仕事を辞められても楽しく健康に過ごせるかどうか っていうのは今後課税負けは,おけはもうかるじゃないですけどその社会保障の負担額を減額させてみんながそれぞれ健康に元気に生きていたらそちらの社会保障の部分も大きく負担感は減るというところも最終的にはつながるかと思います。まあ、そこから考えるとこの今回の,この令和3年度の予算の中で語られている人生100年時代 えー、をどう、えー、支えるか、ま、支えるかのまちづくり戦略というのは人との,あの議論の中でも、えー、保険福祉だけの話ではなくてもう京都市全体つまり京都市で暮らす人全世代の方に共通する大きな課題でもあり大きなああの話でもあり、まあ、その中で え市,役所あの市役所総体で市民の暮らしをどうを下支えしていくかという観点で取り組みを進めていきますというふうな答弁がありましたけれども今現在文化市民局の中でこの方向性の中でどういった取り組みをされていらっしゃるか具体的な部分についてはまた後日改めて。 お伺いしますけれども全体の方向性の中で今、どういうふうな展開をされているか、お聞かせください対馬、はいえー、今、議員からありましたようにあの、えー、令和3年度の予算編成の中でも、あのえー、地域力、福祉力を高めて支え合うまちづくり戦略、あすみません、あの人生100年時代に対応する戦略と。 いうことを掲げておりまして、あのその前年の,あの京都市の基本計画の方でも、あのえー、この戦略、えー、打ち上げているところでしてあの、今もありましたけど、えー、誰一人取り残されることがないよう、市民、事業者、行政相互の信頼、地域力、福祉力を高め、持続可能な福祉、医療、地域づくりを進めることで、 安心安全で生涯にわたって活躍できる支え屋の街をつくるということを基本的な考え方として打ち出しているところです。のその中の項目でもまず一番であの多様なコミュニティの自主的自律的な活動の促進であるとかあとあの3番の健康長寿の街づくりではあのスポーツ等を通じたというような記載もございますしあと4番目であります誰もが安心安全に暮らせる街づくりということであの犯罪抑止とか 交通事故の防止というような環境づくりに取り組んでいくということを、まず基本的な考え方で示しておりますので、その中身に沿った取り組みを文化市民局としては進めていくと、そういうふうに理解しておりますまもなく午後3時ですが、中野委員の質疑の後に休憩に入りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。中野委員 とというところなんですよねで特にあの文化趣味局は今おっしゃった部分以外でも例えば地域づくりまちづくりのボランティアの方々をどう下支えするかとかであとまあ先ほど出たスポーツ以外でも文化とか芸術とかそれらを活用して単にそれを楽しむんじゃなくてそれを見に来られた方に説明したり。 えー、発表したりとか、まあ、そういうふうな形で来られた方を楽しませる、まあ、そういうふうな役割を務めていただくことによって、えー、さらに、えー、楽しく健康に暮らしていけるというところもあるでしょうし、えー、この「人生100年」というくくりの中で改めて、あのー、い最も市民生活に あの身近な文化市民局でですね今後さらにこの切り口でさまざまな展開をしていただけたらというふうにも思っていますでまあ先ほど申し上げたように今多くの方が少子化高齢化は非常に大きな大変な問題だというふうに嘆いてらっしゃる方が嘆いてるケースが多いですけどただ一方で、えー 年を重ねて元気で楽しく暮らしているお年寄りが多かったらそれは何も高齢化は問題ではないんじゃないかっていうのは実際のところですし実際にやっぱり地域で活動されているお年寄りの方を見るとやっぱり皆さん生き生きとやっていらっしゃいますしそれぞれがコミュニケーションを取りながらご自身がその役割を果たすことで醍醐味を感じながら。 元気で楽しく頑張ろうというふうな形でされているのを目の当たりにすると改めてその65歳以上の非生産人口が増えたから京都市は危ないとか日本はもう沈没するとかそういうふうなマイナスではなくてじゃあそういう活躍している人たちをどう増やしていくのかどうこれからも楽しんで暮らしていってもらえるのかそこをきっちりフォローするのが あの大きなあのメインの局というのはやっぱり文化市民局だと思うんですね。ですので是非、えー、そこの切り口を改めて認識される中で、えー、京都市政を進めていっていただきたいと思いますし、えー、それはけ決してその文化市民局だけの話ではなくて横断的に市民の暮らしをどう盛り上げていくのか、えー、年を重ねても。 私たちかて年は取りあの重ねますし、まあ、いずれその定,年をさ定年になったりとかいうケースもあるかと思いますそれでも楽しく健康にこの京都の町では暮らすことができる私たちも安心して生活してあのあの毎日暮らしていこうねというふうに心の底が思えるような町づくりというのは実はこの文言に含まれていると思うのでぜひ あの、今後、そういった視点も、もちろん、お持ちだと思いますが、さらに。えー、鋭く持ちながら、事業を進めていっていただきたいと。いうふうに思います。最後、あの、局長に伺っております。古川文化市民局長。あの、人生百年時代ということでございます。あの、私の文化市民局、あの、先生からご紹介いただきましたように、あの、非常に幅広い。 業務をやっておりまして、そのいずれもが市民生活を下支えする業務になっているというふうに自負をしているところでございます。体を動かすスポーツだけではなくて、心の健康といいますか、保つための文化、芸術に親しんでいただく、また、まさに市民生活を支えるということで、区役所の所管もしているところでございます。そうしししたた市民生活のの最前線で下支えする部局といたしまして、少 高齢化これもあの紛れもない事実でございますが、先生ご紹介いただきましたように、人生100年時代ということも含めまして、地域力をいかにどう維持して高めていくのか、またスポーツに親しんでいく、文化芸術に親しんでいただくというような観点は非常に重要な視点かというふうに思いますので、あのそうしたことも視野に入れながら今後、今後とも私ども、局の運営をしていきたいというふうに考えておりますので、引き続きご指導いただければというふうに思いますよろしいですか。 この件に関連して他にございませんか、えー。なければ以上で文化審議局終わります。実写お疲れ様でした。えー、次の環境政策局につきましては、午後3時25分から始めますので、それまで暫時休憩いたします。